皆さんこんにちは、マリです。ナオです。マリナオチャンネルです。よろしくお願いします。今日は阪神薬局にお邪魔しています。はい、今日何があるんですかね。今日は、はい、竹戸訪問看護ステーションさんが阪神薬局でイベントをやるということでお邪魔しています。主役にしますか。はい、登場していただきましょう。どうぞどうぞ。自己紹介をお願いいたします。竹戸訪問看護ステーションの看護師の新井です。看護師の三田崎です。よろしくお願いします。今日はどんなイベントを予定してますか。はい、今日はですね、肩もみリラックスカフェを開催いたします。肩もみ、はい、皆さんの肩を揉みながら健康相談に。薬局でお待ちのお客様、もしお時間ある方はぜひお立ち寄りください。今回初で、これからずっと継続して続けていく感じですか。大体月に2回ほど11時から12時の間を使って皆様の相談の時間に充てられたらなと思っています。健康相談はどんな内容の相談ですか。体のことももちろんですけれども、お家で介護されている方、またお一人暮らしで生活されている方にいろんな不安があると思うんですけれども、このようなご不安も聞かせていただいたり、あとは普段何か悩んでるんだけど誰かに聞いてほしいなっていうことがあれば、どんなことでもご相談に乗らせていただきたいと思います。すごいのが、ただの相談じゃなくて肩揉んでいただきながら的なこんなことあります。何分ぐらい一人時間を取ってるんですか。お一人様だいたい15分ぐらい。すごい、もう肩バキバキなんだよね。じゃあまず、あ、肩甲骨やばいですよね。いや気持ちいい、すごいですね。これはやってもらいたい。お好みで強弱調整。あ、強弱も強、はい、いやいいですね。肩もみ券とかね。欲しい欲しい。肩もみ券渡しちゃう、みんなに。そうですね、それもありです。ありですよね。患者様に何月何日してるだけでもいいかもしれない。あ、分かる。なんか強いのがちょっと苦手な方、分かる。手当てって言いますからね。本当そうなんですよ。人の力ってすごくありがたい。お手当て、お手当て。まさに私も父がちょっと介護状態で、同じ会社といえども本当に頼りにさせていただいてて、今後訪問看護をうちの父に使うかどうかみたいなところもしょっちゅう相談させてもらってます。で、相談した家族っていうのはやっぱりいろんな方法があるっていうのを知るっていうことがどれだけ心の支えになるかっていうのを私も身をもって最近体験したんですね。ですからどうしたらいいだろうっていう悩んでる人って多分いるし、自分たちがやんなきゃいけないって、こうしなきゃいけないとか頑張ろうとかってすごい思ってしまうのが家族だと思うんですけど、でもやっぱりいろんな方法、手を借りられる方法っていうのがあるんだなっていうのを相談させてもらって、初めて知ってるつもりでも、いざ自分の身内にそういう人がいる時に初めてなんかこう知ったような感覚になるっていうのが多分皆さん共通して言えることだと思うので、人それぞれいろんな状況があって、家族構成があって、家の状況があって、まあ、いろんな介護の方法っていうのがねあるかと思うんですけど、それをね、看護の方面、その他の全体的なことも全部相談して、肩の力が楽になるような、生まれて楽になって、話聞いてまた楽になってっていう両方利点をね生かせるんじゃないか。そんな感じですかね。どこでお知らせをしていきますか。はい、薬局内に毎月ポスターを貼り出させていただくのと、大慶堂のフェイスブックで告知をしております。あとはね、先々の予定が決まってれば大慶堂通信とかに告知できるかもしれませんし、いろんな方法で皆様にお伝えできればと思ってますので、ぜひともこの機会をご利用いただいて、体と心とね楽にしていただければと思います。はい、ということで今日は大慶堂訪問看護ステーションさんのイベントの紹介をさせていただきました。ぜひ皆さんご利用してみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録とグッドボタンとベルマークもお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。